にちは。こんにちは。斉藤夫婦です。斉藤夫婦です。今日は東京都の昭島市にある、スノーピークイート。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 何屋さん？イート屋さん。スノーピークのイート屋さん。イート屋さん。カフェ。レストラン。はい。スノーピークイートに向かっております。イエーイ。本当はね、キャンプに行こうと思ったんですけど、今週天気が悪いんで、スノーピークイートに変更ということです。はい、森パークっていうアウトドアビレッジって言って、アウトドア用品屋さんがいっぱいあるモールみたいな場所です。何が入ってるの？スノーピークとか、コールマンとか。アウトドアグッズが売ってるの？そう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 、それがなんか森の中みたいな。森の中、うん、森パーク、森パーク、自然がいっぱいの中にこうアウトレットみたいな感じで見て回れるっぽい。まあ、日本全国に一つしかないんだよね。そうそうそう。スノーピークイートは、そう、スノーピークのカフェはそこしかないみたいな。はい、はい、ということで東京都昭島市にあるスノーピークイートに行ってみたいと思います。ゴーゴー。それではレッツゴー。はい、なんだっけ、アウトドア、アウトドアビレッジに着きました。こんな感じになってんだね。ね、すごい綺麗。アウトレットみたいになってる。そうそう、アウトレットっぽい、緑がいっぱい。ここにね、今後ろにボルダリングのなんかすげえでかいのがあってという感じで。すごいね、建物も。そうだね、木で作られてる。今歩いて奥に進んでみますよ。こっちがモンベルと、こっちはノースフェイスと、隣がスノーピーク、ほい、コロンビア。あ、ここがスノーピークイートみたいです。あ、そうだね、外席。これはこう席になってます、テントの中。こっちが、これがランドロックね。ランドロックもランドロック席になってます。すごいね。すごい。こっちがなんだっけ、シェル、シェルなんとかだったかな、忘れちゃった。うん、こうタープ、ここはタープ席だね。いってらっしゃい。これ、俺携帯これしかないから。はい、見つけられるところに行って。はい。アウトドアファッションがいっぱい売ってます。すごいおしゃれ。お、コールマン、かわいい。このケース、ゆっくり一個ずつ見ていきたいと思います。あ、一服が終わって戻ってきました。あ、おかえりよ。どこ行く？あっち？焚き火台。めっちゃ可愛い。
テントめっちゃかわいい。ここにエルフィールド売ってます。これはエントリーパック TT、 テントとタープがセットになってるやつです。こちらテントコーナー。店内です。店内です。水もスノーピークで、かわいい。塩もスノーピーク。塩もスノーピーク、かわいすぎる。これもね、そう、テーブルもスノーピークのロゴがここについてます。ファンには多分たまらないです。乾杯。乾杯。そんな感じで、夕飯をね、今日はここで食べたいと思います。よろしくお願いします。何頼みましたっけ。タンドリーローストチキンハーフ、とあとアヒージョ、ダッチオーブンのアヒージョ、ピザ、野菜のピザ、美味しそう。を待ってます。はい、実際のね、あのスノーピークの食器とかアウトドアグッズで出してくれるみたいなので、めちゃくちゃ楽しみです。そうです。なんかコップもスノーピークだし、外にも楽しめるエリアがあって、はいはい、こんな感じで焚き火コース、外で焚き火をしながら実際に楽しめるっていうスノーピークの商品で、さっきの外のタープとか。予約制らしいです。それでは料理を待ってみたいと思います。はい、来ました。来ました。やばい、美味しそう。このピザとピザ、季節の野菜ピザと、これちょっと重くて持てないかな、アヒージョ、ダッチオーブンアヒージョ。はい、切りますせ。切りますせ。はい、ありがとう。いただきます。いただきます。うまい。めっちゃ野菜。おいしい。できた？ポークもスノーピーク。これ、椅子もスノーピークなんですよ。そう。ここにロゴが。エビはエビで食べますか？いや、エビもいいね。いっちゃうし。豪快味。エビとエリンギ。うまい。来ました。これがなんだっけ。タンドリーローストチキンハーフ、ハーフサイズです。メインディッシュ、はい、よっしゃ。あ、もう鶏さばき。そう、鶏ね、一回教えてもらったことある。そうだ ね。そうそう、でももう忘れちゃってて、まあ足取ればいいんじゃねえかぐらいで。どうぞ。ありがとう。いただきます。やば、やわらか。このタレ美味しいかも。どれ。この塩とわさびと、私聞いてなかったもんね。タレが来た。うまっ。うまい。カレーっぽい。カレーだ。なんだろうと思ったらカレーの味だ。なんで2つ持ってんの、フォーク。全部食べてられるから。右も左も食べたいから。フォーク2つ持ってた。じゃあ残り食べていきましょうか。このまま行く。この辺とかまだ足がね、残ってるから全部食べていきます。おい、はい、はい、完食しました。超完食。
ちそうさまでした。鳥が無残だ。めっちゃ綺麗に食べた。超完食。アヒージョもエビもね、皮ごとね、尻尾も食っちゃった。ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。美味しかった。美味しかった。から8分目9分目一部違うんだもう何も食べれません。はい、とりあえずじゃあお会計して、はい、外に出ますか。はい、真っ暗、はい、ではでは後ほど。後ほど。ということで、ということで、美味しかった。美味しかった。めっちゃお腹いっぱい。はい、で何ですかそれ。これ買いました。モンベルで。次の動画でモンベルで買った食料でしょ。食料次の動画で紹介しますめっちゃダメだよということで今日は、東京都の昭島市にある、はい、スノーピークイートに来てみました、はい。まあ、美味しかったです。美味しかった。日本にねここしかないみたいなんで、近い方はぜひ行ってみてください。行ってみてください。寒い。はい、それでは斉藤夫婦でした。斉藤夫婦でした。またお会いしましょう。あ、チャンネル登録もお願いします真っ暗だよもうお願いします。はい、はい、さよなら。